サムイ島のチャウエンレイクっていう湖のとこでなんかやってるよ。すごい。エッグヤザーの無敵テレビ。これしょっぱいな、これこれ塩水じゃねえの、これフードコートにやってまいりました。カオマンガイ、これちょっとアップして、カオマンガイ、カオマンガイに、ま、スープがあって、で、あの、なんかよくわかんない、なんだっけ、ポークステーキみたいなのと、あと、本当はオニオンリング頼んだんだけど、金払ってからなくなったとか言って、あの、よくわかんないチキンハンバーガー。今回はこれをね、スイカみたいな感じでチャージして買わなきゃ買えない。で、また帰りに、あの、両替すればいいらしいんだけど、それと、よくわかんないけど、コーヒーシェイクとかいうのだね。いただきます。替えがすごいんだよ、タイは。それだけが嫌だね。このね、キュウリはキューカンバーって言うんだけど、俺は食いません。なぜなら嫌いだからあ、普通のカオマンガイ食べたいと思います。このハンバーガーが60だよね。60バーツだからかける4で240円ぐらい。高いな。このご飯が50だから200円か。まあ妥当だね。安いよね。で、このガーリックポークも60バーツぐらいだったから。だからね、とりあえず店が多すぎて、店がいろんなとこにありすぎてね、こっちも店があるし、あの、一点一点別々で買うからすげえ時間かかった。カオマンガイなんかすぐできたからさ、冷めちゃったよ。もうビーフポークどうだろう。普通。まあでも安くていいね、ここは。はい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 。すげえ、超うまい、あの子供。日本だとさ、あんま飛べないんだって。でも海外だと結構高くまでパワーがあるらしいよ。うまいな、あの。警察に捕まったみたいだな。あそこにあるセパタクローに地元の人たちと一緒に混ざっています。ボールまんま回ってこないし、こっちさ、暑くてもう無理です、これ